食べますか。やだその急いでる急やだ早くやだよし、開いたそういう、私、女子じゃないんでどっちでもいいわ結婚式場での撮影についてなんか流れがすごいね面白い流れだね。どうでした、一番最初見た時。いや、素晴らしかったと思いますよ。素晴らしかったと思いますよ。素晴らしかった感想としてそれは合ってるのか。本当に素敵でした綺麗でした。はい、なんか本当でもだって本当に息を飲むってそういう場面だからちゃんと息を飲みました。アジアを熱狂させたあの名作がついに日本で蘇る。もうなんで出ないの。仕事の愚痴も恋の悩みも恋人とデートだったら絶対に頼めない。ハニアオノリが好きなんだ。何でも話せる大親友の二人。賭けしないか。賭け。先に結婚した方がご祝儀10万もらう。10万じゃやる気出ない。30万。それは些細な賭けから始まった。ね、どこまで進んだ。それは敵として探り入れてる。それとも嫉妬か。それはない。そして忘れたはずの恋。あいつは用の前から突然消えたんだぞ。あんなに傷ついただろ。話して。10年以上も好きな女に告白できないやつが。私のこと絶対に好きにならないって言ったくせに。せんのバカ。好きにはならないか。絶対ならない。わざわざどう思う。一生親友でいるために言い聞かせてきた。だけども俺はもう。若手実力派キャストが送るピュアラブストーリー。何かを捨てなきゃ何かを得られない。おはよう。恋人以上の親友二人が選んだ関係は。じゃあな親友。僕はまだ君を愛さないことができる。